こんにちは。イタリアトスカーノ在住のともこです。前回までの動画では妊娠初期についてお話ししましたが、今回は妊娠中期についてお話ししたいと思います。なお、この動画の中でお伝えする妊娠周数は、イタリア式の周数の数え方になります。周数の数え方については、前回の動画の中でお伝えしました。 私は自分の週数・月数月をを把握ししやすいいように表を作成しています。まずは妊娠初期から中期へ至る体調の変化についてですが妊娠15週頃にはまだ体調が不順で夕食後には体温が37度ぐらいまで上がり倦怠感がある状態が続いていました。 しかしそれから1ヶ月ほどの間に胎盤が完成されるとともにそうした倦怠感が少なくなっていき安定期に入っていくことを感じる時期となりましたただし妊娠前と比べると確実に体が疲れやすくなっているため少しでも疲れを感じた時にはソファーに座って休むようにしていますこの頃にコンスルトーリョでは養蚕だけでなく 妊婦用のマルチビタミン剤を摂取するように助言されましたこのマルチビタミン剤を飲むことで疲れやすさも少し軽減されるように感じています妊娠中期にも初期から引き続き毎月トキスプラズマ症に感染していないか否かをチェックするための血液検査がありましたそれ以外の検査でこの時期最も重要だったのが20週目にあったエコー検査です 去年出産したばかりの知人からエコー検査の直前にチョコレートを食べると胎児が動くよというアドバイスをもらい検査直前にチョコレートをひとかけ食べてから検査に臨みました。今回のエコー検査は胎児が正常に成長しているかどうかを詳しく点検することが目的でまた性別もここで判明するということでした。 実際検査中に先生から性別を知りたいかどうか尋ねられ私は事前に知りたいと思っていたので教えてもらいました100%とは言えないけれど98%女の子ですねと告げられました先生が一通り検査をし終わったところでエコー検査の画面を私の方に向けて見せてくれて体を輪切りにしたような感じの映像として脳 心臓、胃膀胱などを見せてくれましたさらに手足体の側面彩体なども見せてくれました正直なところ先生の説明がないと何が見えているのか全く分かりませんでしたチョコレートが効果を発揮してくれたのか足を頭の方まで上げたりくるりとひっくり返ったりよく動いてくれたので 先生がなかなかうまく写真が撮れないと嘆いていたほどでしたさて以前より主治医から妊娠後期が始まる28週目に3種混合ワクチンを接種するよう助言されていましたこれを接種する際にはコロナワクチンの接種から少なくとも1ヶ月半から2ヶ月間空けるように助言されていました 2022年2月の時点で私のコロナワクチンの2回目の有効期限が切れましたその直後のタイミングで病院で血糖値検査を受けることが予定されていたため23週目にコロナワクチンの3回目を接種しましたそしてそれから5週間あけて28週目に3種混合ワクチンを接種する予定です 妊娠24週目には血糖値検査がありました朝食をとらずに7時半に病院に行きすぐに1回目の採血が行われましたこの採血では血糖値検査のためだけでなく毎月行うトキソプラズマ症チェックのための血液検査の分の採血もしたほか尿検査のため尿を提出しました少し話が外れますが 私がこれまでに病院での診療やワクチン接種、妊婦健診を通じて経験したことに基づいて、イタリアの医療システムについてお話ししますと、病院、薬局、コンスルトーリオ、ミゼリコルディア他が連携していて、保険証1枚で患者のデータを一括に管理していて、医療従事者は患者のデータにアクセスできるようになっています。保険証1枚で ワクチン接種の履歴、薬の購入履歴、各種検査の結果などがデータとして集積される仕組みとなっているようです。そのため、血液検査と尿検査など、すべての検査も保険証番号で管理される仕組みが整っているため、すべての検体は、私が住む地域では、トスカーナ州が指定する総合検査場で検査され、結果は紙媒体で受け取ることができるほか、 医療従事者は患者の保険証を読み取ることで検査結果を見ることができるようになっていますそのためいつもは地域のミゼリコルディアで血液検査をしますが今回のように総合病院で検査しても結果は同じような形で得られるということになります話は元に戻りますが1回目の採血をしてから 1>, 1時間後の8時半ごろに非常に甘い飲み物を小さめのコップ2杯分10分以内に飲み干さなければならずなかなか大変でしたそれから1時間ほど椅子に座ったまま動いてはならず9時半ごろに2回目の採血さらに10時半ごろに3回目の採血をしました採血のたびに指先にも小さな針を刺されて血糖値の簡易検査が行われたので この3時間だけで指先と腕に合計6回針を刺されてなかなか苦痛の多い検査でした26週目の妊婦検診ではそれまでに行ったエコー検査尿検査血液検査血糖値検査の結果を持っていきいつも通りその内容を確認してもらってコピーを保管してもらいましたまた28週目以降31週目以内に ジフテリア、百日咳、破傷風の3種混合ワクチンを受けるため、案内をもらいました。これについては、義務ではなく、任意のワクチン接種なので、自分で予約する必要があります。また、妊娠後期が始まる28週目から、マタニティ教室、コルソディ・プレパラツィオナル・パルトが始まるので、参加を希望する場合には。 この時に助産師に参加希望を伝えて申し込みをする必要があります。私の場合はその場で申し込むことができなかったので、後日担当者に電話して申し込みました。人数制限がある場合があるので、26週目の妊婦検診かそれ以前に申し込みをしておいた方が良さそうです。現在はコロナ禍なので、マタニティ教室はほとんどがオンラインで実施されています。 このマタニティ教室については次回の動画でお伝えできれば良いなと思います。妊娠25週目頃に友人からおむつ替え代を譲り受けたので、その頃から今の時期準備すべきものは何かをパートナーと話し合いました。そして、まずはいつ入院することになっても大丈夫なように、入院バッグを準備することが大事という結論に至り、 入院バッグに関する情報収集を開始しリストを作成し入院バッグに入れる最低限必要なものを少しずつ買い始めましたその中には入院時に必要なものだけではなくその後の育児に必要になってくるものも多く含まれています現在の妊娠27週時点でまだ入院バッグは完全には準備できていませんが このように準備を始めることで、妊娠後期に向けて着実に心の準備を始めることができていると感じています。入院バッグの中身は、日本で必要とされているものと一部異なるものがありますので、これについてはまた別の動画でお話しできればと思います。ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。